ちょっと今コンと反応が、鳥がこう下がってて、ちょっと違和感あったんですけどね。もうちょっと手尻を長くして、針をね、ちょっとその前も一個弾かれてるんで、手尻を長くして目印をちょっと上げて、でおとりをね、最初の釣れた一匹の目のやつに変えます。いやー、いい、しばらく時間かかったけど、5匹目。だいぶ探ったけど、流れの中に落とし込んだら、かかりました。ちっちゃいけど。でもパターンが分からない。この小さいのはまとまっているところがあると思うんだけど、あんまり強くないんだな。来た、ここだ、これだ、入れかかり。よし、やっぱ小石底の流れか。ここももうさっきから2人攻めた場所だけど、時間帯も変わってるし、狙いどころはやっぱり筋に入れてるのか、垂れに狙ってるのか、向こうのヘチに狙ってるかによっても違うんで、やっぱりね、あまり身表の場合は深追いしないで一回戻して、下へ送ってから横へ出す。はーい、バラした後7匹目。もう人が多くて、こんな渋いポイントで粘っても正気はないけど、動いても高根川が濁ってるので、ここから下に行ってもいいことないかもしれない。やばい、8匹目釣れたけど、ほらやばいな、ぐちゃぐちゃになっちゃった、巻いちゃった。はい、向こうのヘ
口ギリギリで9匹目が釣れました。いやもう入れかかりない、人が入れ替わり立ち替わり、下を上がってきます。やっとチャラチャラで10匹、もうノーマル 5.5 の4本回これで、いやー釣れないな、もうやるとこないですね、正直身動き取れない。3匹目ちっちゃい、もうちっちゃいな、ちょっとこれ寝かかりしようかな。弾かれちゃったな、もう時間がない、あと1分か2分か。さあ終了時刻です。いやー30ぐらいすると買ったけど、おー来た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 、この1匹が、あらバレてる、あーちゃー、この1匹はでかいと思ったけどな。あーレンちゃんバラシ、終了間際のレンちゃんバラシが効くな、かかるんだなこれ、やっぱり人がいなければ。
針使わない。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15匹の鮎を釣るのに13本針使ってる。はぁ、梅山さん、梅山さん、6はあったけど当日でそれがない。5位でした。3位20匹。2位は持ってきた。はい、何匹？21です。21？ 1位マタさん。よっと、初めて負けちゃった、ほら。マタさん2本持ってるの。じゃんけんぽい。ほらね。あ、今日はあれ、おろせみたいじゃねえか。あれ、ほらね、グーチョキパーでしょ。ルービー賞誰だっけ。ワン、ツー、スリー。あ、ツーだ。もう一枚くっつきすぎだな、ちょっとな。ちょっと当たりますか。こうなった方がいいんじゃないですか。あ、そうだな、後ろに。そう、ね、新しいあの表彰式のどうですかやり方って。さあ、午後の部、午後のフリー釣りです。さあ、午後2時5分前スタート。うん、この石のところでも釣れんだもん、そのでっかい石。そこ。この周りが釣れんだで、割と。うん。多分、お、多分ね、真ん中いねえんだと思う、魚。は、葉っぱ。うん。だけど真ん中も釣れるとは思うけどね。おー、来たよ。来たよ。
よし。割と手前だろう。だろう。腕なんかもうえらいしびれたから。下見した人が下に下ったって言うんだから下の下見した下。濁ってなければさ、もう間違いした人なんだけど。濁ったらかーかー、全然だな。だけどここ誰も入んねえんだよ。なんで入んねえんかな。つまんなすぎるもん。あ？つまんなすぎる。つまんなすぎる。変化がなさすぎるもん。そういった意味で顔抜けない。うん、砂利底なんでみんな敬遠してんだよ。敬遠してない。うん、若く立ってるんだから。うん、こういうとこ行くいいんだよな。砂利底で釣れるはずなんだ。ピロ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 って出てて、その波立ちのとこ行くとすぐ釣れちゃう。ゆーって。そこ先がさ、駆け下がりになってるというか、向こうから見れば駆け上がりだけど、そこのところについてると思うよ。来るぞー。そこが駆け上がりになってる。うん、本当はこういうところってバンバン書かなくちゃね、見事は。でっけえじゃん。あ、でっけえや。でっけえよ。でっけえよ。あいかけじゃねえか。あいかけかい。うん？なんだこら。うぐいかい？うぐいだ。あいじゃ、あいじゃねえだろ。うぐいだ。なんだこら。うぐいだ。でっかいウグイです。でっかいウグイです。やったぜ。尺です。尺です。ウグイだよ。上も飼ってるから。はよ、はよ。はよ。はよ。あよかで俺と同じだよ。二人であよかけてサロちゃんか。太郎ちゃん。ハヨがなんで同時にかかんだこれ。ハヨの群れが来たのか。うん、こっちもハヨだよ。でかいハヨ。松田君もでけハヨ。ボンフィッシュだったよ。来た来た来た。4匹目。おお、登る登る。おぉ、ちっちゃい。こんなところでやがった。
ばっかりだから。よいしょ、5匹目。川渡って。こんな、テトラ地獄のところで、来ました。でかんばっか。
でっか。でーか。おー。よし。緊張します。なんだな、はい、頑張ります。午前中の大会の分も入ってる。入れますよ。よし、入れて28 29 30 30ともらった、ゆうかけ。ゆうかけ。はい、OK です。はい、OK です。これも入れといてくれなくちゃ。はい、行ってきます。ほら、感触がなんと気持ち悪いでしょ。気持ち悪いですよ。ものすげえ気持ち悪い。ゾロゾロこき上がって。ものすごい気持ちいいです。はい。午前中が大会でお取り込み17ですから、30だから残り13。午後は2時間半やりました。13匹。駒内28匹トータル超過ですね。まあちょっと宮本にしては寂しいですが、まあ魚影がちょっと薄いかな、やっぱり。そんな感じでした。とりあえず以上です。